これレンガなんですけど、これ本当のレンガ、本物のレンガを使ってるんですけど、これを結構壁紙のレンガにしちゃう人が多くて。はい、それでは下のフロアに行きたいと思います。はい、キスアンドハグって書いてます。まあそのままですね。なんか結構ここで写真撮る人は多いです。なんかね、ネオンは人気なんで、今は結構フォトスポットにネオン使うのはいいと思います。ただネオン使うと写真を撮った時に結構綺麗に写真が写らないっていうのは欠点です。だからまあ今やったらそのライトとかね、こういうライトとかもあるから、まあ、いけると思いますが、暗いお店とかでこういうネオン使っちゃうと結構そこで写真の時綺麗に撮れないっていうのは欠点なんで、できたらこうなんか丸い輪っかのライトとか大きい型のやつが2万円ぐらいかなであるんで、結構それおすすめします。で、僕のお店は全店舗そういうの置いてます。だからこういうところで撮っても綺麗に、このネオンが映るように設定してます。はい、ここら辺ちょっとロッカーなんですが、これロッカーは結構フロアが週末とか結構人がブワーってなるんですよ。でバーなんですが、結構外人の方も多くて、なんか踊る方とかもいてて、でも荷物置きたいみたいな人は結構ここに入れてますね。そしてライトなんですけど、置き型ライトなんですけど、ドンペリのカラビンを全て使ってます。これも全部ドンペリのカラビンを使ってます。ドンペリのライトに対して、そのままちょっとカメラ上上がってほしいんですけど、このライトの光でこのアートが照らされるようになってます。で、これは全てここもここもこのアートっていう感じで、もちろんここにもこのアート、こんな感じで、まあ、1まで全部続いてます。このフロアは向こうのカウンターのバーで上に個室があって、こっちはソファー席でゆっくり飲めるフロアになってます。ここは暖炉がガーンってあるんですが、このモニターをあえて最新の LED じゃなくて古いモニターを使って、このなんかちょっと温かい感じの雰囲気を出してます。各席に僕がセレクトした写真を飾ってます。で、ここをちょっと結構大事な、デザインするときに大事なんですけど、大体の人がこの壁ね、壁を、これレンガなんですけど、これ本当のレンガを、本物のレンガを使ってるんですけど、これを結構壁紙のレンガにしちゃう人が多くて、金額はかかりますけど、そこは僕は多分ケチらない方がいいと思います。お客さんがそのお店に行った時に記憶に残るのが基本壁が多いと思うんですよ。だからそこの店の壁しか覚えてないパターンが多いんですよね。だから壁はちょっとお金かけた方が、床とか天井とか何々とか小物とかみんなあんま覚えてないんですよ。大体覚えてるのが壁なんで、この壁はちょっとお金かけた方が僕はいいと思います。でも今はすごく壁紙とかでもめちゃくちゃ本物に見えるようなすっごいいいのが出てるんですが、やっぱり壁紙にすると本物にするとでは来た時のそのやっぱり高級感っていうのがめちゃくちゃ変わるんで、僕はまあ床とかは結構ね節約してもいいと思うんですが、壁は結構ちょっと頑張ってみんなお金はかけた方がいいと思ってます。これ実はこのハートめちゃくちゃ貴重なんですけど、チョコムさんって言って、日本のアーティストなんですけど、これ女性の方でまだ若いんですけどね、その方が書いた作品で、僕基本僕が作る店っていうのは基本誰かのアートを入れるんですよ。僕アート好きなんで、でここで誰入れるっていうのの時にいろんなねクリエイターやデザイナーさんと喋った時にチョコムさんがいいんじゃないですかってなって、でこのチョコムさん、まあ今はもう店舗のアートとかこの人書いてないんですよね。で実際もう今も個展とかやってて、韓国とかもう海外も世界ですごく有名になっちゃって、もう今だからお願いしても多分受けてくれないですね。有名になる本当に手前でやってお願いしたから受けました。だから今僕がもう一回オファーしても多分書いてくれないと思いますね、ぐらいすごい価値のあるアートです。でこの人はマジック一本で世界を渡るアーティストって言われてるんです。だからこれ本当にマジック一本で全部書いちゃってるんですよね。で先ほど紹介したこのライトの上に書いてるアートとかも全てそのチョコムさんの作品になります。またちょっとチョコムさん検索してみてください。すごい素敵な有名なアーティストなんで、多分女性はすごく好きだと思います。でこのタッチの枝からああいうその暖炉の火がうまくはまったり、この本物のレンガの壁とかこういうちょっと高級なシャンデリアに対してのこのギャップが僕はすごくかっこいいと思ってます。はい、ここがセブンハウスのトイレですね。女子男子になってます。で僕は普通にトイレ男マーク女マークとかで書くんがあんまり好きじゃなくて、一応ここはその口紅で女性の雰囲気を表して、こっちはハットで男性、家で男性っていう感じにしてます。これももちろんそのチョコムさんのアート作品です。
そう、多分ねこの壁だけでなんか剥がせたらまあまあの値段になりそうなんですけどね。はい、ザ・ピンク七浦隼人チャンネル、本日は僕がデザインした空間を回る一つ目の店舗、セブンハウスでした。多分デザインの音質っていうのをたくさんちょっと喋れたと話せたと思うんで、また皆さんお店を作るときは必ず参考にしてください。で、僕が得意なのはやっぱりこういうナイトビジネスのエンタメを混ぜたような空間作りが得意なので、まあ、全然コメントとかで全然相談してくれたらなるべくそれを見て答えるようにするんで、皆さんどんどんいいね、高評価、コメント、全部してくれたらなるべく丸に返すようにしますんで、で多分これまた第2弾も僕が作った空間っていうのはこれからどんどん回っていくんで、まあ、今日は第1弾ということで、セブンハウス、七浦家、七浦の家っていうコンセプトで作ったお店を紹介させていただきました。それでは皆さんありがとうございます。